はい、どうも、ビデです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日はですね、前回マーケ動画の最後でご紹介した、こちらの僕の下まつげの描き方をご紹介していこうと思います。毎日メイクとかゲットレディウィズミーで下まつげを描いているところは映していると思うんですけど、ちゃんとね、下まつげの描き方っていう風に紹介したことなかったので、今日は詳しくご紹介していこうと思います。で、早速やっていきましょう。スタート。はい、ではまずね、こっち側からやっていこうと思うんですけど、今のね、目がこんな感じです。はい、ではまずね、こちらの目からやっていこうと思います。用意するのは、こちら。サナエクセルのスキニーリッチライナーのグレージュ。この1本だけで大丈夫です。基本的に眉毛もアイライナーも僕これを使って引いてるので、本当に全部のライナーがこれで済んでるって感じなんですけど、本当にこのグレージュってカラーマジで優秀で、どの毛もこれで描けちゃうんですよ。で、今日アイシャドウね、僕こちらの最近ずっと使ってるクリオのプライアパレットミニのモノムードってカラーをずっと最近使ってるんですけど、下まつげだけ描いても全然いいんですけど、僕の場合ちょっとね、より目を大きく見せたいのと、ナチュラルに見せたいってところで、いつもですね、その日使ったアイシャドウの一番暗いカラーを使って、ここに下まつげのガイドラインの線を描いていきます。よりまつげの束感が欲しいとか、存在感欲しい方は塗らなくても全然いいんですけど、僕は結構ナチュラルめによりデカめ効果を発揮したいので、これをいつもするようにしてます。こういう小さめな平たい筆に取ってあげるんですけど、このまつげが生えているところに、ちょっと間開けてこういう感じで、ここに描くよっていうところに線を引いておきます。これをしておくと、まつげを描きやすいのもあるんですけど、よりね、自然に馴染んでくれたりする効果もあるし、ちょっとね、たらめにできるので、よりデカめ効果が高まるかなと思います。こんな感じで。今こうやって比べてあげても、こっち引いてなくてこっち引いた方なんですけど、やっぱり目の大きさが若干変わって見えるのと、印象が強くなる感じがすると思います。で、早速、こちらのライナーで毛を描いていこうと思います。描き方は、本当に自分の理想の毛並みをイメージすること。なんか例えば、写真とかで自分の理想の下まつげの写真とかを目の前に置いて、真似して描いてあげるように練習するとすごく上手くなると思います。僕はいつも大体韓国の女性アイドルとかの下まつげのこう束になってる感じをイメージして描いてるんですけど最近は。誰が女性アイドルやねんって感じなんですけど、やっぱあのまつげが一番綺麗な感じするので、あとなんか普通に男性でも下まつげ綺麗な方って結構長く綺麗にセパレートしてるイメージがあるので、それをイメージしていつも描くようにしてます。で、早速描いていこうと思います。描くときは大体、目尻側から僕いつも描くんですけど、目尻から描いて、大体柱になる線を何本か描きます。その後に細かい線を描き足していくイメージで描いていきます。下まつげってさ、細い毛じゃないですか。だから、毛根から毛先に向かって、シュッとね、細くなるイメージを持ちながら、つけてシュッ、つけてシュッ、つけてシュッの繰り返しですね。つけてシュッ、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 シュッ、シュッ。まずこんな感じでガイドラインというかベースの下まつげの位置をこうやって描いていきます。で、そっから周りにある短い毛たちをこうやって描いていくんですけど、この時にさっきの柱になる線に向かってこういう風にこう描いたら次こう。だから三角形になるようなイメージでこういう三角形を作るように描いていきます。伝わってるかな今の語彙力で。絶対伝わってない気がするけど。はい、今描いていきました。こんな感じのイメージです。こっち描いてない方でこっち描いた方。あんまりねこれね肉眼で見ても全然わかんないし、会った人にも下まつげ描いてるんだねって言われたこと一回もない。大体みんな本物って思ってくれます。これこんな感じで、まつげの始まりのラインは揃えてあげる。で、そっから、セパレートするように、まつげを描いていく感じがいいと思います。下まつげは大体、つけまつげもそうだけど、ラインが揃ってて、そっから生えてるまつげが一番綺麗に見えるんですよ。だから、そこの生えてる位置のラインは揃えた方がいいと思います。で、イメージは、さっき引いたガイドラインの線の内側のところあるじゃないですか。そこから一個ずつ毛を揃えて描いてあげるとすごく綺麗なまつげに仕上がります。次はこっちもやっていきます。い、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 い。こんな感じでまずベースを描きます。でそこから
細かい毛を埋めてあげるようにして間を描いていきます。絵だよね、もう普通にここまで行くと。ちょっと描きすぎた？描きすぎと思ったら、さっきのチップを取ってあげて、上からまたこうやって影を描いてあげると結構ボケてくれます。こんな感じで、こっち多分ねうまくいった気がする。一応こんな感じでまつげが描けました。で、女の子の場合はだいたいこういうね、こういう目の下のラメとかを上から乗っけてあげると、よりねまつげの存在感が若干薄まって自然に見えるので、これを若干こうやって間隔を空けながら、ちょっとね、こうやって、ダメ感をプラスしてあげます。そうすると本当に、全然、まつげの違和感がなくなるので、本当にこれしてあげるだけですごく自然になりますよ。はい、こんな感じでまつげが完成しました。下まつげめっちゃ簡単でしょ？本当になんか説明するのも言葉いらないんじゃないかってぐらいのレベルなんだけど、本当にこんな感じでいつも描いてます。やっぱり写真で比べてみると、もう全然ね、目の大きさと迫力と印象がめっちゃ変わるので、下まつげすっごく大事なんですよ。だから僕毎回描くんですけど、これ描いてあげるだけでめちゃめちゃ目の大きさが倍になるので、めちゃめちゃおすすめです。もともと下まつげある方は、マスカラを下まつげしてあげて、若干こう足りないなって部分に描いてあげるだけでも全然いいと思うし、僕みたいに全く毛が入ってない方は、こういう風に描いてあげてもすごくナチュラルに仕上がると思うので、ぜひぜひ参考にしてもらえたら嬉しいなと思います。ほら、全然わかんないと思います。本当にね、めっちゃ簡単だから、すごい今日の動画短くなっちゃうと思うんだけど、こんな感じでいつも描いてます。他にもね、僕の普段のメイク動画で、ここもちょっとちゃんと見たいなとか、あと自分が普段やってるメイクのポイントとして、ここが気になるとか、やってもらいたい動画とかリクエストがあれば、ぜひコメント欄の方に書いてほしいなと思います。はい、それでは本日は下マスクの描き方をご紹介していきました。参考になっているなと思った方は、グッドボタン、高評価、チャンネル登録通知もぜひぜひお願いいたします。あと前回の眉毛の動画だったり、唇の M 字リップの方法、あとね、顔の立体感の方法もぜひ概要欄の方に貼っておくので、チェックしてもらえたらなっていうふうに思います。じゃあ本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ギゼでした。バイバーイ。